はいどうも、プロボーラーのイソピーです。はい、今日はね、よくお話しすることもある天品、左利きの方だったらセブンピンですね、なんですけども、まあ、いつもとね、ちょっと違って、いつもはあの取り方とか、まあ、コツみたいなねお話をするんですけども、今日はその天品がセブンピンが取れない人、なかなか取れない、まだミスが多い、なかなか練習してもうまくいかない、こうなるんです、ああなるんですっていう人の特徴あるあるをね、今日ちょっとお話ししようかと思います。はい、これに当てはまるなと思う人、今日その特徴と、まあ、その原因対処を軽くねお話ししたいと思うんで、まあ、それでもし要望があったら、まあ、そのね、タイプ別にちょっとね詳しく掘り下げたお話っていうのもねしてもいいかなと思うんで、まあ、とりあえず今日もね大まかにお話をしたいんですけど、多分長くなるんで、多分前半後半2つには分けると思います。はい、じゃあまず大まかに分けてね5種類ぐらい原因あります。まず一番大きい原因というか、まあ、よくある話で言うと、まずそもそも投げてるラインが違うよねっていう、できるだけインサイドからね取りましょうっていう話をしてますけど、まあ、それで外を投げすぎてる、ね、これかなり多いです。で、あと多いのがボール、スペアボールを使わずに1投目で投げちゃってる人だから、例えばこのボール、そういうでスペアボールを使ってないっていうのもそうだし、スペアボールを使っても同じ曲がる回転のまま投げてて違うラインね、外側を投げてたりしたらそれは曲がるよねっていう、それも含まれます。はい、次ステップ、これ結構大事です。むしろこれが一番大事かな。まあ、そのラインを投げるためにラインを投げようとしてるけど、もともとステップがインステップだったり右に歩きすぎたりして、インサイドに投げるつもりだけどボールが落ちてるのは全然、外側だったりねっていうのを含みます。で、これにちょっと通じるような感じもあるんですけど、スイング、まあ、これはね本当にその人それぞれのスイングではあるんですけど、もともとこのね、ちょっとドアスイング気味になってる人だったり、そういうのでその天品を取るときに、タイミングをねすごい合わないと取れないよっていう人と、あとこれ結構ね僕言うんですけど、勘違いしてる人すごい多い、体、はい、これねめっちゃ多い、体の向きとかですね、要するに、体の向きとか、体向けすぎたりとか向けなさすぎたりとか、まあ、投げる時にはドアスイングしてる人でもこの普通に正対したままブーンって振ってる人と、体がねこう回っちゃってる人、ね、とかいろいろ理由はあるんですけど、まあ、そういう体の向き自体、まあ、そういうねこの体の向きと思ってもらってもいいかもしれない。大体大まかに分けると5つ僕の中では、まあ、ちょっとね内容によってはちょっと近しいところもあるんですけど、まあ、そうですね、とりあえず体とスイング、ステップ、この3つ今日やりましょうか。じゃあとりあえずラインとボールはこっちへ置いときましょう。まあ、このねラインとボールはいつも言ってる話ではあるんで、まあ、次回ちょっと詳しくしましょう。はい、じゃあまずこれ、さっきちょっと言いましたけど、まず体よくこれねプロボーラーでも言ってる方いるんでちょっとね難しいところなんですけど、レーンあるじゃないですか。で、天品取る時って、ね、ここでもし仮にですよ、仮に一番左から投げてこの天品に当てる時に、果たしてこれのここの角度は何度やっていう、これ僕ね過去にもお話ししたことあるんですけども、結構その時に天品を取るからって言って体をねこう向ける人がいるんですよ。まあ、大体これ何度だろう、30度ぐらい、まあ、軽くしても15度ぐらいだとしましょう。これ15度あると思います？まあ、あるわけないですよね。単純にこのファールラインからヘッドピンまで、だからこれ天品とかだったらもっとねあるんで、まあ、18.5 メートルぐらいあるわけですよ。 18.5 ぐらいで、レーンの幅約1メートルで、
まあ、ここの完全左端に落ちるわけでもないし右端に当てるわけでもないんで、まあ、実際あの 0.9m90cm ぐらい、そう1対20なんですよ。わかりますか、まあ、あんまりちょっとね詳しい角度は話しませんけども、この20進む間に1横にしたらさあ何度だっていう話ですよ。それで15度向けてたらあのどこ投げんねんみたいな話ですよ。だいたいねこういうレーンってこれぐらいの幅で書くじゃないですか、あの分かりやすいようにあの本とかカタログでもそう書きますけど、実際はほんまにこれよりもこんな感じ、もっと細長いかなぐらい、あのこのレーンのね10分の1模型っていうのをあの作って動画で出したことあるんですけど、まあ、また今度使います。はい、なんでそう体を向けてその通り投げたら絶対落ちるわけですよ。これあのある程度これ上級者の方でも向ける人はいるんですよ。向けるけどしっかりとこの向けることによってスイングは変わらないけど意識を少し右に出すっていうだけの人がほとんどです。右に向けたから右に行ったっていう人はあの絶対落ちますからね。もうそもそも角度が違うんで、これ本当に要注意です。特に初心者の方とかだったら右だから右みたいな、だから投げてあの取れるのは取れるけどガタイ落とすときにめっちゃ手前でたまに落ちる人っていうのはその体の向きが向きすぎてたり自然とこわばって体が開きすぎて、この1投目とかでも開いて戻すでいいんですけど、開いて外側で投げないといけないからこわばって開いたものを戻さずにえいみたいな、あのこんな人そうです。だいたいこのレーンの真ん中ぐらいとかでダーンってたまに落ちちゃう人っていうのはこの体の向きが原因な場合が非常に多い。まあ、それだけじゃないですけどね、結構この体、例えばその、まあ、初心者用の、まあ、そういう、まあ、レッスンとかで体を向けましょうみたいな、まあ、いう人おられるんですけど、あの、まあ、初心者だからあの本当になんとなくで教えます。だから初心者の時に教えられたことと上手くなってから教えられたこと全然違うやんっていうのはあの結構あります。ただその中でもこの体の向きっていうのはイメージをつけて、例えばちょっと体をこうこっちへするけど戻して、このさっきねひねったことによってこの右へのイメージが残った状態で投げるとこならいいんですけど、右だから右向けましょうありえないですからね。そんなおかしいです。そんなやってるからダメなんですよね。はい、じゃあまずその体が一つ、はい、じゃあスイング、まあ、これもさっき言ったところにすごい通じるところあるんですけど、あの、まあ、僕なんかも結構そのボールを背負うタイプなんですけど、このアウトステップなんでこの体に対してボールが、ね、後ろにあるんですけど、最後のステップを僕は左に行くので、こう左に行ったら体が避けるんでこのボール通るスペースができるっていうねやつなんですけど、だからまあ僕もともとちょっと背負ってるんで、まあ、背負ってからこう出す感じなんですけど、例えばもともとこのまっすぐ、後でねこのステップで話しますけど、まっすぐ出たりインステップするのに背負ってる人だったらこのスイングラインがね右にしか出ないんですよね。1投目はねなんとかなるんですよ、基本的に日本ハイスコばっかりやから。そう、1投目よりもやっぱりスペアの時の方が、あの特にスペアボールとかでね取ったりするとそういうミスの許容っていうのは少なかったりするんで、まあ、特にそのライン取りをねしっかり取れてなかったりする、あの、まあ、オイルが多かったり少なかったりっていうのがあったら本当にその許容が少なくなるんで、あの1投目はちゃんと投げれてるわけじゃなくて、1投目はレーンも良くてボールもいいからカバーしてくれてる、でただスペアだとそういうのをカバーしてくれないっていう感じ、もしかしたらそれ当てはまるかなと思う人はこのスイング気にしてみてください。あのドアスイングであったりとか、その背負いすぎたり広げてる人はあんまりいないですけど、特にそのインステップ、日本はねすごい昔から多い、インステップがダメっていうわけじゃないんですよ。だからインステップをしすぎることによってこのスイングラインが外にしか行かなくて、あの普通に天ピンが取れるけどセブンピンが苦手とか、逆に天ピン取れるけど落ちるときに、すごい安定しないとか、まあ、あのインステップする人は結構ねこのドアスイング気味になっちゃってる初心者の方多いんで、意外とねそういう人多いです。まあ、大体そういう人ってこの、まあ、次話しますけどライン取りなんかも結構そのしっかりインサイドに寄らずにあの外の方、右の方に寄って投げてしまうことがあるんで、そこは注意。これはまあ、あの別にスペアに限らず何でもなんですけどね、あの幅広くインサイドを投げたりとかっていうのも含めてこのスイングっていうのはちょっと気をつけましょうって話です。
で最後にこのステップ、今言ってたみたいにこのファールラインがあって、このまあ何枚目でもいいやあって、まあ、ここに左足、まあ、僕だったらあの左足で合わせるんで、特に右利きだと左足が最後の一歩行くんでね。でこの最後の一歩がどう来るか、例えばどうしよう、まあ五歩助走にしましょう。一歩で二歩じゃない三歩で五歩目がこう来る人、まあインステップですよね。最後がこう入ることによって、さっき言ってたみたいに体に対してこのボールがこうあったとしたら、インステップするからねこっちへ行くわけですよね。だからボールはこの体の横を通さないといけないから、必然的にこういうスイングになる、ならざるを得ない。 でそれを避けようとしてこういうねドアスイングみたいなものになってしまう、なってる人多い、意外と気づかないですけど。でやっぱり同じセンターばっかりでずっと投げてる人の方がこのインステップ多いような気がします。あのインステップが決してダメっていうわけじゃないですし、この歩き方を調整してこのねこうしてこう投げる人もいますけど、やっぱりでも今はねそのレーンが遅くなることがすごい多いんで、ある程度その、まあ、メンテナンスをしっかりされてないというか、まあ、メンテナンスあんましすぎてるセンターも良くないんですけどね、うまくならないんで。だから遅いセンターとかすごいあの削れ投げて削れた後、承認大会とか行ってインサイド入ってよそのプロチャレ行って、第2シフトとかね、まあそんなんありますけど、そういう時にやっぱりインサイドに入れない人はレーンが遅い遅いって言ってますけど、もっと打ち投げりゃええやんみたいなね、そんな人すごいいます。だからその別にインステップがダメっていうわけじゃないけど、幅広く対応するんだったらまっすぐとか若干アウトステップとかの方が投げやすいんじゃないかなと思います。別にあの、ね、ボールラックとかをうまく避けてあの投げれるんだったら全然問題ないですけど、まあ、初心者の方は、ね、そういうの難しいと思うんで、 あんまりインステップをしすぎないぐらいの認識でいいんで、まあ、そこは気をつけてほしいと思います。なぜかというと、あちょっと前も言いましたけど、このスイングってボールを出した時にあのこのインステップをする人っていうのはその体に合わせてボールを動かしてるわけですよね。じゃなくてこのスイングでボール動くじゃないですか。でそのボールをに合わせて体が避ける、ね、そう、そこを間違わないでください。でこのインステップひどい人っていうのはそのボールに合わせて、じゃなくて体に合わせてボールを動かしてしまってるタイプの人が多いっていうので挙げてます。これちょっとね心当たりあるなっていう人はあのぜひちょっと参考にしてもらえたらと思います。はい、まあ、どうしたらいいんだっていうのはあのこの話した内容、それをしないようにするだけです。簡単ですよね。ただやっぱりその体に覚えさすっていうのは難しいんで、ただ実際うまくできてるかどうかっていうところもしっかり見てほしいんですけど、まあ、やっぱりこの立つ位置はみんな確認しますよね。で通った位置も結構確認する人多いんですけど、あの通った位置じゃないんですよ。投げ終わった位置とボールが落ちた位置、どんでどこへ向かったかなんで、結局だからそれを自分で全部把握するのって難しいんで、あのちゃんとあの動画を撮ったり、あのみんな動画撮るときってやっぱり球ばっかり撮りますけど、ちゃんとこの足とかあのそういうところを拡大してあのそっちのデータを撮ったりっていうのもすごいね有効なんで、ぜひやってみてほしいと思います。っていう感じでとりあえず今日前半で終わります。で、まあライン取りとかはこれいつも話してるんですけど、一応次、まあ大体お話しますので、よかったら次回も聞いてもらえたらと思います。っていう感じで今日は終わりです。最後までご覧いただいた方ありがとうございます。チャンネル登録まだの方よろしくお願いします。 Facebook や、ね、Twitter もやってますので、そちらのフォローもお待ちしております。それでは。